お疲れ様となったです。今日はですね、こちらのオーブンミラーエレジェイやっていきたいと思います。さあ、ということでエレジェイにねオーブンを入れました。はい、なんかもともと大砲とか、まあ、そういった施設の防衛施設ですね、はい、枠をただただオーブンにしただけということで、まあ、小屋小屋系をちょっとやりたかったんですけども、まあ、現環境で小屋小屋が本当に、まあ、息をしていないと、まあ、なんだろう、クエイクが多かったりだとか、まあ、小屋が刺さんない刺さんないんでしょうね。エレジェイにボコボコにされるみたいな、はい、ところもあるので、まあ、ちょっとエレジェイ入りのね小屋小屋ということで、さあ今日やっていきたいと思います。まあ、基本オーブン置いとけばいいやろっていう感じかな。で、対空がね薄いように見えて、オーブンとオーブンとエレジェイとエレジェイとトルネードがあるので意外とあります。はい、さあ基本的にマジでオーブン置くだけですね。エレジェイはまあ防衛でなんか困ったら出せばいいかなぐらいで、あんま攻めで使おうではないかもですね、今回のこのデッキでは。さあ、ザピオくんなのでドリルかロイかどっちか。おお、珍しい新エタロイホーム。さあ、これさすがに金起動したいね。よしよしよし、キング起動してしまえばこの後の防衛が非常に楽にはなってくる。さあ、新エタブーですね、久々に見たな。まあでも意外と環境ちらほらいるって感じかな。で、これミニペッカすごい邪魔っすね、これに関しては。さあ、ミニペがすごい邪魔なんで、まあ一旦エレジェイでいいか。いや、これちょっと待ってよ、ホバがねこれ厄介だな。ちょっと待ってよ、これ怪しくなってきた。これ許容します。はい、ちょっと痛いんですけど。いやー、でここはさすがミラーエレジェイちょっと強いんで出していこうか。これも許容です。はい、ちょっとこやこややりたいんですけど、この相手にはエレジェイ組んだらすごい強いので、エレジェイからのまあミニペアすごいね活躍できないんですけども、一応いってあげる。でザッピー来たらキュイーンって、でおお、これはもしかしてヒギワンパン来ました。何がこやこややねんと、どこがこやこやどうやかやと、いうとこですけども、今からね、はい、こやこややりたいと思います。いや、たまたまね、たまたまこやこやに入ってるエレジェイがちょっと頑張りすぎちゃいましたね。よし、いや、これでも守れるんじゃないか、もしかしたら。さあ、オーブン置いて、これもう一個オーブンしたのが良かったかな。相手のホバリング野郎がさ、いや、あれ、あのホバさ、マジでどうしよう。これでさ、やれねえかな。これで。よしよしよし、防衛ね。いや、防衛いいよ。いや、あんまタワーに走らんといてほしいな、ゴルナイ。これタワーに走るよね、しっかり。うぅ、怖え、怖いよ、怖いけど。さあ、オーブン置いて、鉄壁タイムです。さあ、これさすがに突破できんやろ。いやー、さあ、オーブンの、よいしょ、このファイスピでね、ファイスピで全てを守っていく。で、オーブン置いて、もう一回オーブン置いたら、相手の豚は通らない。さあ、来ましたね。しかも、いや、これがいいの。ファイスピって、一発これ、ガチででかいかな。200入るんですよ。一発200がこう、毎回飛んでくんで。いやー、溜まりすぎ、何これ。ゴキブリみたいやん。さあ、ナイス。いい勝利ですね、これは。さあ、チャンスがあればエレジェイで攻めますし、まあ、わからなければ、困ったら、とりあえず、オーブン。さあ、よろしく。いや、オーブンミラー欲しいですね、手札に。ありがとう。おー、痛い。クエイクだけはやめてくれ。おい、きそうな香りしてたよね。さあ、このファイスピも強い。まあ、なんだろう、キョスキョグか、クエイクの、まあ、ホグか、エレジャイか、ロイホグか、ぐらいですね。3択ぐらいな気がします。ええ、相手動いてこない。いや、マジでどれだ、エレジェイじゃなさそうだな、入ってるんで。ホグかロイホグっすね。さあ、ホグです。ってことは、キョスキョグかな、多分。さすがに金起動して、で、こっからはね、お互いダメージが通らないと思うので、まあ、クエイク削りだったり、ファイスピの、ちまちまダメージがでかくなってくるかな。さあ、穴圧着衣美味しいね。圧着衣にエレジェイ
合わせれるだけで結構なんだ美味しい、コスパがいい。よいしょ。さあ、まあ言うて行かれるものの、ただもう一回ケツ入れちゃい。あのキョウスケ芝居とか邪魔だし、芝居行ってほしいんだけど、ミニペッカお前暇してんなお前。うわーこれやべえよ。シャーナシ使います。スケでもよかったけど一旦耐えよう。さあ守ってい、オーブン置きたいね。置いてもクエーク打たれるだけなんですけども、置きたいんです私は。よいしょ。まあ削られてない側ならええやろって話、本当にいいのかはわからない。これも一発入れば美味しい。さあ、まあこっからはね、この小屋小屋のねちょっと強みがね発動されないので、エレジャイにやや切り替えていきます。やや、エレジャイのあれやだなマジ。いやだマジ、エレジャイクエク打ても相手きついやろ。お、これクエクあるんだね、おいしいよ。さっこ、よいしょ、いけ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 、エレジャイ、エレジャイが強い、エレジェイが強いです。非常に小屋小屋という名のエレジェイが強い。さあなんだこれ、いや一回小屋置こうよ、これ怖いからね、あの相手の端回ち食いからのロイフグとか。よいしょ、しっかり守っちゃいます。よしよしよし、さあ守って、いやミニペッカいるもんね、ちょっといい。これはまあミニペ合わせてもうクエク打って美味しい。いやーしゃーなしかな、これはエレジェイ回して、マジエレジェイで守るのよ、エレジェイで僕来てもどうにか耐えたい。やばい、ちょっとだけやばいように見えて大丈夫。あ、お前ふざけんな、一発なら許す。でこっからは男のクエク、クエクやろう。よしよし、これ大丈夫かな、俺こんなことしちゃって、これ守れる。ちょっとだけ怖くなってきますねこれ、非常に。相手もグッドゲームやってるもん、勝ったと思ってる。やばい、安心安全、ミニペッカとトルネードで守っちゃう。よし、待って、気をつけろ、バカ入って終わる。おい、さあゴミデッキですこれやばすぎる。いや違う、小屋小屋やりたいんですよ今日は。はい、今日の主軸は小屋小屋です。今たまたまね、たまたまエレジェがものすごい頑張ってるだけで、小屋小屋がメインなんでね、ストーブのためでいきたい。でクエイクデッキ結構多いんですよね。そう、ホグロイホグエレジェ意外といるからね。さあ一旦オーブンを回したい。マジでエレジェ出しとくだかんな、防衛で困ったら出しときゃ守れるっていうおー、キョウスケドリルじゃん、環境壊れの一つ。よいしょ、まあオーブン置いとけばいいか。よいしょ、エレキは、あーこれちょっとやったかもな、調子乗りおじさんだったな、これもしかして。と思いきやめちゃくちゃいい防衛になってるやないかい。さあこれ禁忌されるっすね。お、ミスってる、2発、フィジカルむせく鋼のミリペッカー。いやでか、これでかでそうじゃん。
相手のミスで勝てそうになってます。でも今回の相手トルネウッドしかないです。なんならウッドもないかもしれない。トルネタルバムかトルネのみとなるとですね、非常にこのオーブンが大活躍する。さあこういうのも全部エレジャイでしか受けれないので、エレジャイで受けます。きついぞこれ相手。エレジャイミラーでも熱いもん。よいしょー、これファイスピで、あのマジでファイスピでやれそうじゃない。いけ、いやー天才よ。いやでもこの形なんかさ、すげえ組まれるけど結構嫌だね。ボンバーいるのか説。おお、まあええろ。そう、オーブン置いてこう。いやーよしよしよし、俺のターンよ。こっからこや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 、いやこれ全部これで守れちゃうもん。よいしょ、やべ、おーい、エリシャイマジか、すごいよその範囲、そんな行くっていうぐらいいってるね。おーうわー、やべえ、俺の飛び出が全然意味わからんことしてる。あーいあーい意味わからん、めっちゃ強いんだけど。ハイスピー飛べ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 、やばい、ハイスピーマジ強い。てか相手さ、これ気づいた、きついやん。でドリルに食え食って終わりです。あーいい位置、でもその位置だとダメです。あーいい取り出、でも取り出によってピュッ、これは終わりでしょう。さあオーブンがね、これまたいい味出してるんですよ、楽なんです。はい、後ろからオーブン出しておけばね、勝手にプレッシャーになるんで、あれ一発250がね、もう前には数体飛んでくる。マジでゴキブリホイホイ、相手に強制ゴキブリホイホイダメージ。さあよろしく、なんか強そうだね相手の名前が、ハートついてる。おーい、コカツちゃんやないか。いやコカツはね嫌ですよ、ウッドないもん。まあトルネはあるんで、キンキチャッチャしてかな。いやでかっ。さあこれちょっとトルネでもう処理しちゃおうぜ。ゴブリンバレルはボンバー、右くんのかな、どっちくんの。さあおお、まあ相手行こうか。平均コスト 2.3 オア 2.9、 ロケットが入ってると2.9、 ロケットが入ってないと 2.3 のコカッちゃんです。さあ、まあ、大砲があるんですね。ああ、めんどくさいな。ああ、めんどくさいです。まあここはシャアなし許容の、このあとミラー大砲が置かれるので、そこにクエイクを打っていきたい。よいしょ。さあこれはきついぞ、絶対絶対きつい、いけ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 、おい、ああ、いい大砲だ。いやでもめっちゃ減る、めっちゃ減る、これが小屋川の強さ、小屋川のね。いやでもね、言うてゴブリンバレルいて、キング起動できてないの、ね、やばいね。これ後ろ置いたらロケがね、スケとハイスピ、スケあったっけ、ハイスピ大砲。いやワンチャンロケあんなこれ。うお、え、なんでちょっと待って、今のは俺めっちゃびっくりしたんだけど、本当にいい位置すぎたのか。オーブンとめり込んでんのか、これタワーにひっついてるからめり込んで、ちょっと中に入ってるように扱われるんで今の。おい、おいしい、キングドーイ、オーブン、クエイクで削ってくよ。もう削れねえかんねえ俺、クエイクで削ってくよ。おい、さあボンバー、よいしょよいしょ、おっとやばい、13やばい、ちょっとだけ怖い、これどうしよう。
いやちょっとやばいかな。頑張れ、オッケー。いやマジで怖すぎた今の。頑張ってんな。え待って、やばいこれ本気で。男の許容。あ、相手ファイスピマ問題といけなくてコスト使ってミラーロックできないわ。あぶねえ。まあ、ガチであぶねえけど、いやこれ多分きついっすよ。わかんないけど、いやでも勝ったから、勝ったから一緒のあいつ。いや調子良すぎんってか、オーブンとエレジェのこの相性良すぎん。桃太郎やないかい。桃太郎退治すんの俺。悪役やん。いやだよ。そんなことしたくないよ、俺。桃太郎。いや、これ、どうする？クエイク打てばいいか。てか、小屋にクエイクって、特殊だよね。そう考えたら。さあ、まあ、これはロイホグかホグの二択ですね。いや、これさ、オープンものすごい邪魔なんだけど。どういうこと？さすがにキング言ってるよね。ナイス、素敵。さあ、キョスケホグです。何度見たことか。まだ2度目。これどうせ大砲？このボンバーをさ、俺やっちゃうんだけどさ、いらないのかな、これ、さては。なんか、キョスケを溶かしたいよな、つってさ、こういうことしちゃうんだけどさ、なんか、あんま活躍してないよね、このボンバー。毎回。よし。さあ、まあ、クエコを置いては持ってるので、まあ、オーブン5回出すとしても、まあ、一回削られてない方に交互に交互にで、まあ、プレッシャー与えるっていうよりかは、まあ、これはちょっと、アイスピー嫌なんだよ。うん。まあ、こういう、シャーなし置きぐらい。まあ、ここは相手クエコ使ったから置いてもいいでしょ、って。で、さ、ホークは毎回しかキングに振ってあげる。大砲来たら、クエコ。13ファイスピでもあっちくんには飛べねえのな。ああ、惜しいね。まあ、俺マジで、エレジェ最強だからな、これ。あっちくんクロークできねえからな。やべえ、マジで。いってぃ。さあ、ウッドで。よっ。結構入ってる。いや、結構入ってる、これは。結構入ってる方に入る。さあ、トルネがある。そしてやばい、おーい、天才1回トルネで耐え、いた。いや結構きちった。いやこっからはちょっと動いてもいいないでしょ。おーい、え、めっちゃいい防衛してる。なんで？やばいやばいやばい。自分でもびっくりしちゃうぐらいの素敵な防衛してる。さあ、一回安心安全。ミニペ？ハッスル？ハッスル！ただもう一回ミニペックあります、これ。まあ、ここはさすがに近畿でいいか。からの？クエイクを打って、一回守りたいね、これ。一回守りたいけど、ボンバーつけちゃう。あー、トルネがないから、しょうがない。いや、めっちゃ強くないか、もしかして、このデッキ。オーブンがさ、結構いいやつ出してんだよ。よいしょ。環境で流行るかもしんないぐらい強い。さあ、こっからもうマジで、クエイクつだけ。いや、桃太郎退治してる、マジで。鬼退治ではなく桃太郎退治。さあ、で一生後ろからね、圧着に対してエレジェイ出していけば事故はないんで、ちょっとこう延命して仕留めてあげた。いやーん、もうこれはねクエイクでいいです。はい、エレジェイを出す必要がないですね。
まあ、防衛では使うけどね。よいしょー、これ一つだけやばいのはキングがね折れちまうことっすね。これ見てわかる通り非常に折れるキングが1600しかないんですよ。あ、でも相手のタワーもオーケー。さあ桃太郎退治完了。よくないですけど桃太郎が勝たなきゃダメなんですけどね。ナイス。いやマジでめちゃ強いデッキを開発したかもしんない。まあ大砲オーブンに変えただけではあるんですけども、だってオーブンに変えたことによって空に対して勝ちやすくなったんですよ。まあラバーとかですね、はい、そういうのに対して勝率上がるし、オーブン置いてくるでしょ。ビッグバム新隊グラチャレかけるゴーストルまで帰れません。頑張れ。さすがに手加減はしない方がいいやろ。やべえ、これ手加減したことになる。やばい。やーい、決まった。ピタッキー。おほ、ダッキーバルーン、これレアっすね。なんだろうね。親衛隊入ってんのか。いや、非常にもったいない。おー。え？夢か、これ。エレジャイバルーン。おー、なるほどね。エレージャイバルーンです。ザッピーも入ってます。おー、なかなか。おー、相手のじゃあ、そのまんまだ。名前の通りのデッキだ。いやー、めっちゃ相性良さそうやん、これ。マジで。あ、ミニペか。ミニペか、お前。おー、うまい。いや、マジで。これ多分もう一個上のマスだったらできてないからめっちゃいい近畿されてる。いやでもこれ見て、オーブンめっちゃ強いよこれオーブンバカ強いぞこの相手に。これやばいで、まあ、問題はバルーン。まあそんな問題でもね。さては、いやーハイスピ飛べよ、いけ。さあどうするこれ。まあせっかくならキング起動したいので、おしゃれにおしゃれにキング起動させてもらって、あ、ここででもエレジェイ来るとやばいと思いきや、さあ逆サイファイスピとかもあり、相手はなかなか攻めれない。おお、まあグンネスラッパー、俺これラこれ俺がこんなやつ昔使ってたな、昔とか言うと。ラバルエリジャイじゃん。一時使ってたけどみたい。親衛隊はなかったし。おやば。いや、防衛うまっ、どういうことマジで今の守れんなら何でも止まるやんって話やな。さあグッドゲーム。いやマジで今のもう大砲だったら止まってないわけですよ。オーブンだからパピーも処理できるし、なんかね守れてますし、相手のターンも折れてるっていう。いやこれオーブンエレジェガチで強くない？俺大砲よりも強いと思うんだけど。さあまさかの無敗12。マイキーは出ないのか。さあ、いりません。おばちゃん、おかえり。あ、でも美味しい。さあ、ということで、こちらのオープンエリジェイ、なんかめっちゃ強いです。ということで、皆さんもぜひ使ってみてください。よければ、ちゃんと高評価お願いします。では、お疲れ様でした。またね。